どうもバンですさて、ラジコン飛行機1号機です。えー、明日ね、えー、飛行する予定なんですけれども、えーね、こんなものをね装着して飛行しようというふうに思います。えー、これはですね、えー、プロペラが、えー、破損しにくくなるというね、そういうような装置というか、部品ですね。前にもちらっと紹介しましたけどもね、1号機。 で、えー、これをね、導入します。2号機にはね、すでにもう搭載してるんですけどね。えー、ちなみに3号機も搭載予定です。全部このプロペラが、えー、破損しにくくなるようなね、えー、そういうような機構にしようと思います。どういうものかというとですね、ブラシレスモーターの、えー、このプロペラの装着にですね、こういうオーリングを使うんですね。ちょっととりあえずね、つけていってみます。多分、 合ううと思うんですけどねこれおーしおーしバッチリだ、はい、えー、っとねプロペラは1号機の場合このくらいの大きさなんですよこれ今まで取り付けてた、えー、プロペラの、えー、金具金具っていうかねのプロペラとブラシレスモーターをつなぐそういう 部品なんですけどね。この部品はもともとこのブラシレスモーターについてきた部品です。これはね、あのー、ギュッて締めてがっちり、えー、締めるんでね。それはまあ、機種から突っ込むようにして、の、着陸とかしたらまあ、そら、ここがね、割れますわね。で、どういう構造、そもそもこれどういう構造になってるのかって言うとですね、僕も最初だいぶ迷ったんですけども、こんな構造なんですよ、これ。 ここにスリットが入っていて、で、これが、ここでギュッとなって、で、締め付けて、で、ここがどんどんどん締め付けられることによって、ここでギュッと締め付けるというような、そういう構造ですね。まあもうこの、この部品はちょっともうとりあえず、まあ、今後は使わないですね。で、今回、買った部品は、こんな部品なんですけれども、 えっとね、このノーズコーンの部分は、えー、っと、この部分はもういらないです。使うのはここですね。で、この部品ですね。えー、なので、これ向きがあるんですよね、これね。どっちやろなでも、こっちもこっちも同じような向きしていますね。えー、っと、こうやって締め付けてギュッてやるもんやから、 えーっと。どっち向きだろうね、これねん。んどうなってんのこれ。どうなってんのこれ。全然ハマらへんし。んじゃ、ほら。んどういうことだああ、そうか。ここで。 ここで芋ネジなんかな？あ、芋ネジっぽい。ん、どういうことだ？ちょっとあの試行錯誤します。 はい、いうとです。えーね、なんとか、えー、ねじ込めましたね。もう、きつきつのぴったりぴったりですね。で、えー、これ芋ねじかなと思ったんですけどもね、これ芋ねじじゃないんですよ。普通のネジなんですよね。で、なんでかって言ったら、ここの出っ張りがね、ポイントなんですね。ネジの頭の出っ張り。これを使って、このオーリングで、こう、えー、 プロペラ止めるわけですね。ああ、ここはねネジロック材使っておこうかなというふうに思いますね。とかなりの振動があるところなんで。 いいと思います。えー、ね、こんな感じになるわけですね。えー、回転方向は、こっち向きですね。で、万が一、万が一じゃないね。えー、と10回に9回ぐらいです。機種から突っ込んで着陸したらですね、こう、ボーンとか。こんな感じになるわけですよ。ほら。プロペラに衝撃が加わっても、プロペラが破損しにくくなるわけですね。 ちょっとテストで回してみます。 はい、どうもです。えーね、安定して、動いてるんではないかというふうに思います。それではこれでね、明日の準備がね、できましたですよね。バッテリーの電圧とかも測って明日に備えようというふうに思います。それでは今日はこの辺で。ではでは。